ナンバーワン決定トーナメント、恐竜最強王図鑑、恐竜2億年の頂点は誰だ。対戦トーナメント、第1回戦。ナナ、華麗なる殺戮者イエティラヌス。分類、竜板目獣脚亜目ティラノサウルス上科。生息年1億2500万年前。生息地域アジア、中国。体長9メートル。食性肉食。羽毛で着飾った暴竜。ティラノサウルスに近い仲間で、より古い時代に生きていた肉食恐竜。化石から羽毛を持っていた跡が見つかっており、全身が鳥のように羽毛で覆われていたと考えられている。名前の意味は羽の防空。大きく頑丈な顎と牙、力強い前足と鍵爪を持つユーティラヌスは、同時代では最も強力な捕食者であり、荒ぶる覇王として自然界に君臨していたのだろう。高い体温で優れた運動能力を発揮。羽毛は体温を保つために役立っていたと考えられている。このおかげで寒くなっても動きが鈍らず、普段通りに動くことができた可能性が高い。たくましい前足。ティラノサウルスの仲間は前足が小さいが、ユーティラヌスの前足は長く、鍵爪も立派。獲物をしっかり捕まえ、引き裂くのに役立っただろう。骨鎧を背負ったハンマー使い、アンキロサウルス。分類、長板目草順亜目アンキロサウルス科。生息年6800万から6600万年前。生息地域北アメリカ。体長6から10メートル。食性植物食。鉄壁の防御からカウンター。首から尻尾にかけて背中側の広い範囲が骨の板で覆われている恐竜で、この仲間では最も大きい。頭骨も頑丈な作りになっており、防御力にかけては恐竜の中でもトップクラスだった。尻尾の先には大きな骨のコブがあり、肉食恐竜に対する武器になったと考えられている。硬い鎧で攻撃を防ぎ、骨のコブで反撃するという戦闘スタイルは安定感抜群で隙がない。強力な骨ハンマー。尻尾の先には2つの骨の塊があり、巨大なハンマーになっていた。直撃すれば肉食恐竜の顎や足の骨を砕くこともできるだろう。意外に軽い装甲板。背中を覆う骨の板は中が空洞になっていた。このため体重は意外に軽く、素早く動き回ることができたと考えられている。対戦ステージ、森林。最大の鎧竜アンキロサウルスの防御力は恐竜の中でもトップクラス。肉食恐竜の実力者ユーティラヌスはこの守りをどう攻略する。睨み合いながら相手を観察。一目で頑丈さが分かるアンキロサウルスの装甲を見て、ユーティラヌスは慎重に相手の様子をうかがい始めた。対するアンキロサウルスは尻尾のハンマーを振りかざして相手を睨みつける。先に動くのはどちらの戦士か。初めて見る相手をお互いに警戒。ロックアウト。骨のハンマー。尻尾の先の大きな骨のコブがアンキロサウルス最大の武器。相手の骨をも砕く一撃必殺のハンマーだ。首への攻撃で勝利を狙う。先に攻めかかったのはユーティラヌス。
アンキロサウルスの横から走り寄ると、背中に後足の鍵爪を突き立てて体を固定。続いて首を狙って噛みつこうとする。力の強い顎、鎧の上から噛んでも効果は低いが、圧迫して窒息させたり首をひねって骨折させれば相手を倒すことは可能だ。ハンマーの一撃で相手を粉砕。ユーティラヌスの狙いは悪くなかったが、体重が足りなかった。アンキロサウルスは体を揺すり、相手を払いのけると尻尾で一撃。足をへし折り、戦闘を不能に追い込んだ。アンキロサウルスの勝ち！